はい、続きまして、柏市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す、そしてついでに中央区議会議員の二瓶文則議員もぶっ壊す、令和元年の8月1日です。もう早いですね。8月になりました。あ、国会議員の、会館室から電話で、放送というか収録しておりますが、今日はね、国会第199国会の開会式でございました。天皇陛下がお越しになられまして、ですね、いろんな衆議院議員の方々も参議院の方に来られまして、で、まあ、一番驚いたのはですね、安倍総理がですね、まあ、僕ちょっとこう見てた、まあ、変えられるね、退出された時見てたところですね、安倍総理がですね、僕の顔を見て握手をしてくれました。握手を求められまして、おめでとうございますということで、僕の方からもね、奥様にお世話になってますというようなことを、お話しがけをさせていただきました。ちょっとね、あまりにも急なことだったんで、まあ、他の方こうやり過ごしてるんですが、まあ、僕にだけ、少なくともその周りにいた僕にだけはちょっと握手を求められて驚きましたが、なんだろう、僕はどんな政治家であろうが、人として、政治を志している人に対して尊敬はしています。なんだろう、思想信条とかやり方とか違うにしてもね、全ての政治家はこの日本の国のためにやろうとしていると、国民の平和の安心のためにやろうとしていると思っていますから、そういう意味では人としてはですね、もちろん尊敬しておりますし、別に自民党政治が悪いとは思っていませんが、今のね、やり方、まさに権力はね、なんていうか、権力は長く続けると腐敗するのでですね、二大政党制をですね、しっかりとやっていくような体制を作っていきたいと、そう考えています。で、あと足立康衆議院議員ともですね、今日はゆっくりとお話をさせていただきましたが、そんな感じで、今日開会式、国会議員としての、まあ、初仕事ということになるんでしょうかね、やらせていただきました。で、また、予算委員会の委員にもなりましたし、あと消費者特別委員会ということで、ここもね、消費者庁の絡みっていうのは NHK の集金人の被害について質問できるところでもあります。予算委員会というのは国会全体の全てのことをやりますから、 NHK 問題もできます。NHK の中継が入っているところで NHK 問題ができると、まあ、総務委員よりも予算委員の方がですね、総務委員会の予算委員会の方が強くいろいろとことができるということですから、しっかりとね、その辺の仕事をしていきたいと思います。今日あとはアベマプライムに夜の9時から11時まで、今日はね、2時間たっぷりと、西村博之さんね、2チャンネルの創設者西村博之さんと、あと後半は柴田さんですね、ユーチューバー柴田こと柴田さん、柴田こと柴田さん、おかしいな、プロレスリング柴田さん上のあの柴田さんも出られます。アベマ TV もご覧いただきたいと思います。他にもあとね、いろんな番組出演が決まっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、いずれにいたしましても NHK の被害者をお守りするということについて、これからもしっかりとやっていきますし、 NHK のスクランブル放送の実現に向けてしっかりとやっていきたいと思います。そして最後に、柏市では今市議会議員選挙行われております。次の日曜日が投票日です。柏市議会議員選挙を立候補しております大橋正信、投票よろしくお願いいたします。以上です。柏市議会議員選挙に勝って NHK をBecause.